どうも、しゅんです。こんにちは。うずうずの岡本です。うずうずの秋元です。今日はですね、ブラック企業の見極め方についてお二人にお伺いできたらなっていうふうに思ってるんですけども、はい、僕自身はなんか就職をして実際に働いたっていう経験がないので、ブラック企業なのかブラック企業じゃないのかみたいな見分けみたいなのは全くつかないんですよね。はい、で、同じようになんかそのような悩みを抱えている就活生を今なんかアンケートみたいに取ってるんですけど、見分け方を知りたいという学生が多くいたので今日はお二人にお伺いできたら嬉しいなというふうに思っております。ブラック企業の定義はいろいろあると思うんですけど、まあ、ここでは残業がなんか思っていた以上にあったりとか、パワハラ、セクハラがあるとか、まあ、いわゆる一般的なブラック企業のことをここでは言おうと思います。かしこまりました、はい、了解です。ということで、なんか就活している中で、見極め方みたいなのがあれば教わりたいなっていうふうに思います。まず就活で見抜ける部分としては、面接行った時に結構見抜けることが多くて、面接行った時って受付で何時から面接の時間に振られてます、岡本ですみたいなのってやるじゃないですか、受付電話、でした時にお通ししてくれる方とか、そこで働いてる人とすれ違う機会って多いと思うんですよ、みたいな時の表情とか、なるほど、どういう風なこう顔色してるかとかっていうのはめちゃくちゃ見る。いや、多分会社によって本当に違いますよね。そうですね。でもめちゃくちゃ綺麗な人、まあ綺麗だけじゃなくてもなんかキラキラ、ごめんなさい、キラキラ、綺麗な人はいいですよね。キラキラした人が案内してくれたりとか、逆にドヨーンとした顔の人が案内してくれたりっていうのは、僕も毎日企業訪問してて、あーっていうふうに思います。結構違うじゃないですか。ね、受付してくれる人の表情もすっごく大事ですし、あとは自然とすれ違う人がどんな顔してるかとか、注意払いにくかった、払ってなかったです今まで。そうなんですみたいなところで、やっぱりドミョンとしてる会社ってやっぱ中の空気がよもんでいたりだとか、まあすごくハードな環境で働いていて、こう疲れが顔に出てたりとかっていうのをこうおっしゃったり基準にはなるので、そことかはこう見ていただけると一つのポイントにはなるかなって思います。働いてる人の顔を見るっていう、わかりました。ありがとうございます。なんかさっきしゅんさんが言ってた中で、なんか思ったより残業が多かったみたいなところとかの話で言うと、意外とホワイト企業でも、大企業とかにもいいかなと思うんですけど、意外とブラックな部門みたいなのがあったりするな、部署によってって部署によってってすごくあるなと思ってて、特になんか今こう会社の指揮法とかあるじゃないですか、就活、あれを見ながら就職活動してる人は注意してほしいなと思うんですけど、例えば、私とかもそうだし、私の友人とかで、メーカーさんのグループ会社とかで働いてる子とかは、なんか平均残業時間が多分私の前職とか5時間とかで書いてあるんですよ、実は。なんですけど、実際平均って1日5時間で、ごめんなさい、月残業は5時間とか書いてあって、めちゃくちゃホワイトだって思うと思うんですけど、で実は私前職だと毎日夜中の11時まで働いてて、土日も結構出てたんですよ、って思うと本当に働いてる人は働いてるし、働いてない人は働いてなかったりするので、なるほど、平均で押し量らない方がいいと思います。そうそう、なんか100人とか、50人とかの会社だったら平均で多分あると思うんですけど、あんまり私会社指揮法は参考にならないなと思いますね。私の友人ともその結構残業時間短く書いてる会社、嘘は書いてないんですよ、平均で、嘘は書いてないんだけども、蓋開けてみたらかなりやってるっていう友人とかもいたので、なんか求人票とか見るときに注意してほしいなと思うのが、平均残業時間って全社の平均を載せてるパターンもあれば、採用している今回求人が出てるポジションの残業時間を書いているパターンとかもあったりするので、なんかそれとかはなんだろう、ギャップを生まないためにも私は注意した方がいいかな。なるほど。実際今小町が言ってくれたみたいに、やっぱ CI に聞くのが一番いい情報の想像なんですよね、確かに確かに。なんか知り合いいないケースもあるじゃないですか、はい、いない場合は SNS とかで調べるも効果的で、その会社 その近しいポジションとか同じ部門とか行こうかなと思ってるところで働いてる人に連絡をして、ごめんを御社ってこのポジションで頑張りたいと思って知りたいので、ぜひどういう感じでやってるか聞かせてくださいとかを、DM 送っちゃうとか、っていうのとかは一つの方法で、結構生の情報なんで、一番取りやすかったりするんですよね。確かに僕も結構常套手段として使ってます、めっちゃ聞きますよね。めっちゃ聞きます多分上手くもなりますよ、だんだん、そうなんですよ、メールの送り方とかも。結構あるのがネットでのこう書き込み、で辞めた人とかの、転職会議とかあるじゃないですか、ああいうのすごく参考になるかっていうと、一部参考になるんですけど、辞めた方が書いてるのでネガティブな情報に書かれてて、バイアスかかってる、リアル、そうなんですよ、バイアス結構かかっちゃったりするんで、
そういう意味で言うとやっぱり生の今いる方の声とか、辞めたにしても最近辞めた方とかの声が聞けるといいかなっていうのと、あともう一個めっちゃリアルが知りたい場合に、はい、こう使える方法というか、はい、こういう見抜き方があるよっていう部分だと、はい、その会社に見に行くんですよ。見に来て何かというと夜行くんですよ。なるほど。でそこの会社が入ってるフロアって分かるじゃないですか、はい、そこの電気ついてるところを見るんですよ。へぇ、そしたら少なくとも一番遅い人は電気ついてたらいるんですよね、はい、っていうので大体遅くても何時間に帰るよって言ってたのが本当かどうかなみたいな、なるほど、とかを、まあ、あの体力があってこう時間がある人とかは確認するといいかもしれない。そうですね、まあ、1週間くらいだったら大体分かりますもんね。大体分かりますね。一人でも残ったら電気つくんで、行ってみたらすごい広いオフィスだったら、もしかしたら自分が働く部分もそうじゃないかもしれないんですけど、一つの基準には外から見て分かるんで。そうですね、それ画期的な方法ですかなり人力的に分かれるんですけど、ね、いい方法ですね。多分誰もほとんどの人がやってないと思うんで、やってないと思う。どうしても知りたい第一志望の企業とかだったらありかもしれないですね。ありかもしれないですね。結構そのちょっと時間とかを、例えば私とかってあんまり気にしないタイプなんですよ、はい、でもこうやっぱり人が合うかどうかはすごくこう大事というか、なんか私の性格ってすごいわがままなんで、自分がやりたいようにやりたいみたいな気持ちが強いタイプの人間なんですよ。でそういうタイプの自分が面接とかですごく見てたのは、圧迫面接をしてくるかどうかをすごい見てたんですよ。なるほど。で自分が就活してる時もそうやって見てたんですけど、はい、で就活をアドバイスする立場になってもめちゃくちゃ重要なポイントだなっていうふうに、圧迫面接をするかどうかっていう、するかどうかっていうところです。これ何で大事かなっていうふうに思うかっていうと、はい、やっぱりこう面接に来てくれる方、私が人事でしゅんさんがこう就活生で来てくれたとするじゃないですか、はい、で来てくれるってことはお客さんなんですよね、はい、こちら側もすごく採用したくて、で書類選考通過してで来てほしいって言ったら来てくれた人に対して圧迫面接するのとめちゃくちゃ失礼な対応してると思うんですよ、うん、で、まあ、私の場合だと人材紹介会社なんで人事ともやり取りするんで、はい、圧迫面接でしたっていうふうに選考を受けた候補者の方から聞いたら、なんでそういうことするんですかって聞くんですよ、はい、でそしたら言うのはやっぱりこうプレッシャーがかかった瞬間でもこう動揺しないでしっかりとやるべきことができるかのを見てるんですみたいなことを人事として言うんですけど、うん、そんなのって意味ないなと思ってて、うん、別にそんなプレッシャーかかって身動き取れなくなるような状態って今の世の中ってそんなないんですよね、うん、昔とか戦時中とかだったらあると思うんですよ。それ死ぬかもしれない、その時でも前に進まなきゃいけないとかってあると思うんですけど、はい、今ってそんな時代じゃないですし、まあ、そうですね、よっぽどそれこそ気持ちに余白を持ちながら、はい、その自分はどうしたらいいんじゃないか、お客さんのためになるんじゃないかってことを自分で考えて行動する人の方がやっぱりすごく価値がある世の中になってきてるなって思うときに、そこでプレッシャーかけてみるっていうやり方をしている会社自体もナンセンスだなって思いますし、まあ、確かにその就活生を尊重してはいないですよね。 そこまでお客さんにそれやっちゃうっていう状態ってことは、中に入ったら何されるか分かんないと思うんですよ。そうですね。それなんか自由なことやりたいとか言ったらふざけんな、信じたんだからみたいなのが、はい、反省しやすくなるんじゃないかなとかっていうのはすごく思ったりするんで、やっぱりこう泣いてほしいって思うとへりくだんなきゃいけないとか下から行かなきゃいけないって思うかもしれないんですけど、やっぱりこう対等な立場で相手にも選んでもらうし、こっちも選ぶよっていうのは忘れないで、こう圧迫面接だったら、うん、受かっても行かなくていいかなみたいな、そういう線引きとかはしながら受けていくと変な企業に当たっちゃう可能性を下げれるかなと思います。確かにめちゃくちゃ誘いました。確かに圧迫面接する企業は一定数いるじゃないですか。そこでやめとこうって思えばいいってことですね。そうなんですよ。会社たくさんあるんで、本当に。じゃその点、うずうずさんはめちゃくちゃホワイトな会社さんですよね。どうなんでしょうかね。確実に言わせてるから。いや、本当に思います。なんか寝るスペースとかもあるし、休憩スペースもあるし、まあ、手品をしてましたもんね、はい、作業させていただいた時に、なんか帰るのもみんな割と早いじゃないですか。そうそうですね、はい、だからびっくりして帰ってます。そうですね、はい、なのでいい会社なので皆さん興味のある方ありがとうございます、してみてください、はい、ということで、ブラック企業の見極め方がよく分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、お二人のチャンネルも下の概要欄にあるので、よかったら検索してみてください。検索というか飛んでみてください。ありがとうございます。ということで、今日の動画終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあ。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、でもちょうど16分で。すごい。すごい。